さんこんにちは、トロピー大塚です。このコーナーではですね、毎回マジックに関する事柄をですねランキング形式に、紹介していきたいと思います。というわけで今回のテーマはこちら、青のベストカード5選。マジックの青っていう色は、操作とか謀略とかあと技術みたいな、そんな感じの世界観を持った色になってます。青の効果としては、相手の呪文を打ち消したり、デッキからカードをドローしたり、インスタントやソーサリーで戦術を組み立てていく、そういうのが得意な色が青という色になります。そんな青のベストカード5選、人気や強さなどいろいろ加味しつつも、独断と偏見で選んでみました。それでは発表しましょう。まずは精神を刻むもの、ジェイス。とにかく強いプレインズウォーカーで、その強さと精神の芯の字をもじって神ジェイスと呼ばれるほどのカードです。ジェイスは4つの能力のうちどれかを一旦一度使うことができて、そしてその全てがとてつもなく強い。プラス2の能力は、相手に使えば引いてほしくないカードをデッキの一番下に送ることができる上に、引いても特に問題なければそのままにして、疑似的に事故を起こすことができる能力になってます。相手の逆転の目をほぼ潰してしまう、小術と言われる能力ですね。マジックを作っているウィザーズ・オブ・ザ・コーストの首席カードデザイナーのマーク・ローズ・ウォーターは、この小術という効果はですね、全く楽しくない能力、そして、反省としてですね、この手の効果を二度と作ることはないと明言しています。次のゼロの能力はですね、3枚選んだ中から2枚をデッキの一番上に戻す能力で、シラの回でも紹介した週末などをデッキトップに戻したりと非常に便利な能力になっています。続いてマイナス1能力は、盤面の厄介なカードを手札に戻す能力。戻すだけ？またマナハって出せばいいんじゃないのって思うかもしれないんですけども、このカードを使うですね、青のデッキには、出てきたクリーチャーを改めて打ち消すこともできますし、対処するための時間稼ぎもできちゃうんですね。そして数ターンでマイナス12の、いわゆる奥義までたどり着くと、対戦相手の精神を刻み切ってしまう、文字通りですね。このカードは最近のマジックにおける青のイメージそのもの。あまりの強さに、当時のグランプリで上位8人全てがこの神ジェイスを、4枚採用するほどスタンダードにおいて実に6年ぶりの禁止カードに指定されちゃいました。モダンでは発足当時から長らく禁止にされていたんですけども、今禁止解除されて、青白コントロールなどで大活躍しています。カード自体の強さやイラストのかっこよさなど、どれをとっても一級品、マジックを象徴するカードの1枚と言ってもいいでしょう。続いては意志の力。青の得意なこととして、相手の呪文を打ち消すというのがあります。青の打ち消しは、場に出ることも効果を及ぼすことも許さない、まさに最強の除去。基本的に呪文を使う際は穴が必要になります。完全に打ち消す同様の呪文に対抗呪文というものがあるんですけども、こちらは2マナ必要になってきます。しかしこのカードはですね、青のカードを手札から余分に使う代わりに、マナコストを払わず打つことができちゃうんですね。マナを全て寝かせている状態から打ち消しを打てるため、好きだらけと思って唱えた切り札が突然打ち消されてしまうなんてこともあるわけなんですね。たとえ手札に持っていなくても、相手が青だと分かったら、いやもしかしたら意志の力持ってるんじゃないかなと、そういうねプレッシャーに怯えることになります。レガシーより下の環境では、このカードは直接プレイヤーの生死を分けることも多くて、モダンとレガシーの最も大きな差であると言っても過言ではありません。青のベストカード5選、続いてはパワー9からタイムウォーク。最強の操作にと言っても過言ではないこのカード、たった2マナで相手のターンをスキップできちゃいます。青は時間の操作も得意としている色なので、相手のターンをスキップすることも可能だけど、さすがに2マナはやりすぎというか軽すぎなのでは。その後調整版として時間のねじれというカードが作られましたが、こちらは5マナ、2マナで追加ターンを得られたのがいかに強力だったのか分かりますね。あまりに強すぎるので、ヴィンテージ以外では禁止カードに指定されています。タイムウォークが最強のソーサリー呪文なら、最強のインスタント呪文は間違いなくアンセストラルリコールでしょう。1マナで3枚ドローはさすがにヤバすぎる。この動画を見ている人の中にカードを引くのが嫌いな人なんて一人もいないでしょう。僕もドローが大好きです。もちろんヴィンテージ以外では禁止カードです。青のベストカード5選は大変なことになっていますから、最後を飾るのは春章の魔導士。青は最もインスタントやソーサリーを使うのが上手な色です。このカードが手札にあれば、墓地にある全てのインスタントソーサリーが使えることになります。除去をもう一度使い回すもよし、ドローを打つのもよし。また精神を刻む者ジェイスの能力で、このカードをもう一度手札に戻せばまた使い回してしまいます。
しかもサイズも2回りにインスト悪くありません。青を使うコントロールデッキはこのカードで10回殴って勝つこともしばしばあります。スタンダードや登場からモダン、レガシー、ヴィンテージとあらゆるフォーマットで大活躍中の1枚です。はい、というわけで青のベストカード5選いかがでしたでしょうか。もちろんこのカード入ってないやんけみたいな意見もあると思うので、もしよかったですね、自分のベストカード5選コメント本人残していってください。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。